ございます。ヒカル、サイ様。ほら、あかりも来たし、出かけるぞ、サイ。ヒカル、もうやめましょうよ。なんだよ、すごい美人ってのに興味ないのかよ。さあ行くぞ。カモ、迎えに来てやったぞ。僕は遠慮させてもらうよ。それで、あの若だけど、お前は誰ならわかると思う？少しは人の話を聞け。来たはいいけど、三谷に若の謎なんてわかるかな。なあ三谷、この若、謎が隠されてるらしいんだけど、わかるか？村草に、草の名はもし備わらば、謎しも花の咲くに咲く。なんだ、簡単じゃないか。おい、この絵、この歌後ろから読んでみな。後ろから？咲くに咲くラムだから、村草に草、あれ、そうか、前から読んでも後ろから読んでも同じなんだ、この歌は。同じ名の場所にあの方はいるのね。へえ、三谷がこういうの得意だなんて意外だな。どういう意味だよそりゃ。ところでこの絵、この手紙ってまさか。三谷君もわかるんだ、あの噂の歌人の方からの手紙よ。本当か？おい、この絵、俺も一緒に行くぞ。なんだよ三谷、お前も美人に会いたいのか？バカ、そんなわけねえだろ。謎解きのついでだ。逆から読んでも同じ名前の場所というと、この辺だと神雲寺か。よし、じゃあ急いでそこに行こうぜ。ところでどうしたの？市川の君。なんだかも、知り合いの女房か？ちょうどよかったわ、あなたを探してたのよ。私のおばが急に倒れてしまって、妖怪の仕業なら大変だからすまないけど、見てくれないかしら？もちろんいいですよ。じゃあ、そういうことだから、僕はここで失礼させてもらうよ。うん、そういうことなら仕方ないか。ヒカル、こんな時間ですし、私たちももう今日は代理へ行きましょう。なんだよ、噂の火事には会いに行かないのかよ。
には行くけど、また明日だ。明ここ最近、妖怪の被害が目に見えて減ってきているんだ。俺たちが頑張ってる、その成果が出てるのかな。そうかもしれないな。盤が細工された時の、あの荒れようが嘘のようだ。ええ、碁盤の上でも、手筋が次第に楽しさすら感じるように様変わりしています。相手もこの勝負を楽しんでくれているようですね。 S 字が楽しんでる？盤を見るだけでそんなことがわかるのか？そういうものなのですよ。光もいずれわかります。まだ俺にはそういうことわかんねえけど、お前が楽しんだったら俺はそれでいいよ。よろしくお願いします。それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それでは最後の、また夜に。そろそろ調子を上げてきたと。そんなところかな、最近のサイ殿の活躍は。調子ですか。さして特別に思うところはありませんが。ほほう、つまりは今の自分が普通の状態だと、そう言われるのだな。いやはや、さすがはサイドのだ。私などには見抜けぬ実力、恐れ入ったよ。そのように言われるのは少々心外ではあります。気にするでないや。所詮はサイドのに及ばぬ凡人のつまらぬざれ言よ。それとも何か、凡人にはざれ言を口にする資格などないとでも？いえ、そのようなことは。そうであろう、そうであろう。凡人のざれ言など、希代の名手。
藤原の才がまともに聞くものではないわ。聞き捨てい、聞き捨てい。わかりました。凡人からもう一つ言わせてもらうとな、そのように軽くいなされるのも気に食わぬことだと覚えるがよろしい。よもや天狗になっておるのではなかろうな。いえ、そのようなことは。だといいがな。相変わらず難癖をつけるのだけは天才的だな、ザマ様は。やはりザマ様の注目を集めているようですね。出る杭にならぬよう気をつけることにしましょう。お疲れ様、近衛君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。いい選択だぜ、近衛。これで今夜の負けはなくなったな。まとめなくちゃ。今日はしなくていいや。春とはいえ、まだ夜は肌寒いですね。待ってる間は、剣の鍛錬でもして体を動かしてる方がいいな。そうだな。敵はさらに強くなる。剣の腕を磨いておくのは良いことだ。実は朝にもサイの家へ行く前に鍛錬してるんだぜ。そうか、ちょうどよく敵が来たようだ。鍛錬の成果期待してるぞ。任せとけって。このあやかしは。場所を当てるとは、ようやくマシな人間が現れたようやないか。しかしあのお方の相手としてふさわしいかどうかってのはまだまだわからしまへんな。ほら、一丁ワイヤー確かめさせてもらいましょうか。ごちゃごちゃ言ってないで、さっさとかかってきな。威勢の英文やな。ほな、行きまっせ。待って、この絵、この敵は君一人では無理だ。鍛錬の成果見せてやる。約束だろ、黙って見ててくれ。さあ来い、妖怪め。Thank you.
ほな、始めまっせ。ほんなら、ここ。面白くなりますな。やるよな、お割には大したことのないやつだな。
よし、一気にとどめだ。すごい、すごいです。へえ、どうだカモ。今の敵は妖怪の中でもかなりの力を持った相手。それを一人で倒すとも。なるほど、だいぶ強くなったな。最初の頃とは比べ物にならない。まだまだこんなもんじゃないさ。これからもっともっと強くなってやる。ヒカルは向上心が高いですね。囲碁の方もきっと強くなれますよ。本当かさい。ええ、私もうかうかしてられませんね。